はい、今日シュートの自主練でひたすらシュートを打つ Vlog を撮りたいなと思ってるんで、撮りたいっていうか、まあ練習をただ動画にする。今日ね、リゼムチャンネルとか、ほんとアセイチャンネルにいたんだけど、リゼムチャンネルのレギュラー化してる、まあハーランドこと、ソータに、じゃーん、シュートをちょっと受けてもらおうかなと。ぜひぜひお願いします。最近さ、リゼムの受けてるから、ある程度もうサッカー系 YouTube 界の一番トップじゃん、私たち。確かに。だから、まあ、タカ君のシュートとか、まあ、最近ケイゴ君受けれてないと思うけど、シネ君とタカ君のシュートは多分もうプロの中でもトップレベルだと思うから、最近リゼムがさ、ミトホーリーホークと横浜 FC とやってるけど、ね、ミトホーリーホークに勝ってるからすごすぎるよね。そうなんだよ。プロのキーパーにもああいう決めてるってことは、まあソータとずっと一緒にやってるけど、めちゃめちゃ止めるから、ちょっとやりたいなと思って。で、今日もうほんと打ちまくる。右サイド、左サイド、真ん中、ソータパンと壁当て。なるほど。もうめちゃくちゃ打って、チュアボで今3点取ってる。すごいじゃん。そう。だからポジションは、ポジションはボランチ。ボランチすごい。ボランチで3点取ってる。そうなんだよ。だからシュートもなんか最近練習してて、結構良くなってきてるから、だからちょっとこれをソータに久しぶりにちょっと受けてもらおうかな。じゃあやっていきましょう。お願いします。ファボ。はい、今日超暑いから、もうパパパッと自主練は、俺いつも言ってるけど、本数決めてもう濃度を濃く、濃度を濃くやるから、最初ソータのパントから2タッチ目でシュート打つ。これ10本。次左サイドからこう、まあ、巻いて落としたりニア狙ったりを10本。次コンカ10本。最後壁当てミドル10本。計40本をしっかり意識して打ちたいと思います。シュート上手くなるわ、めちゃめちゃ。もうシュワーボでも決めなきゃいけないし、もっとリベンジャーズでも決めないといけない。もう何回言ってんだ、リベンジャーズで決めないといけない。まあ、そうだもんね、レベル超高いから、ちょっとやっていきます。バンバー、よし、ごめん。こぼれある、こぼれ4名。軸足を抜くシュート、俺に決めるっていうね。うわ、俺以外でください。ごめん。なんすよ、シュートは。8本目刺してこ、うわー、あのね、前までなんかこういうシュートとか当たんなかったんだけど、そう、これ何効果っていうと、イケメンの動画見まくって上手くなってる、見るだけで。9本目ラスト、真ん中意識して、さあ、押せっけど押せんだよこれ。バボ、次左、左も行こう。本数決めていくのが大事だから、これみんな練習長くやったりするけど、しっかり本数決めてやる。ここ苦手分野だからね。左サイド、ごめん。
よ。やばいね。ここで試合終了です。6本目。うわー、やめた。体流れちゃってきてるからね。なおめ、まあ、1本も決まってない。こっちバモス4本目。うわー、縦で落ちてねえか。ラスト10本目。よし、今左サイド10本蹴って2本、3本3本入ってんね。全然次、コンカ、ここは決めたい。散々ソータと勝負してきたから、ここは。よし、10本いこう。壁当てでコンカ10本、これも意識して決めるよ。よし、ニアも、ニアも、ニアも狙うよ。3本目。こういうのね。入りきられー。ちょっと待って、待ってどこ。オッケー、ラスト、ラストミドルシュート、ボランチとかでも必要だから。10本。あー、縦に落とすよ。4目。3本目。バモス、ミドルシュートが入るようになってきてるよ。バモス、バモス、バモス。9本目。ラスト10本。全カットはできないです。体動かないよ、俺やってるからね。悔しい。ちょっとこれの前に、別に全然言い訳とかじゃないけど、自主練してんだよね。まあね。でも言い訳ですね、これは。だから見て、汗。最後戻った。最初戻ってもらったら分かると思う。最初からこれ。そう。バカ自主練してて、俺ちょっと用事があって遅れてきて、ちょっと自主練してもらっててやってる。まあでも言い訳か。
4年4月ですね。それちょっとダサいんで、あの今のカットでお願いします。今のがカットね。今のカット。プレイはもう全部見せてください。あ、オッケー。はい。なんなりと何でも言ってください。全部リプレイも入れて。全部リプレイ。全部リプレイ。オッケー。じゃあまたちょっとソーダと自主練してお互い頑張っていきましょう。はい、次はちょっともうちょっと戦えるように仕上げていきます。この後しっかり休んで水分取って練習します。あ、練習するんだ。はい。すごいね。悔しいんで。この後練習します。っていうぐらいあの熱い男なんで皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。あのあれあげてるからためになる練習方法とか練習方法とか解説とかを主にあげてるからキーパーの人とかフィールドの人も見ても面白いかもしれないです、うん、だからちょっとぜひお願いします。お願いします。とりあえずキーパーはソータのチャンネル見に行ってでフィールドもソータがキーパーとして嫌なこと俺がミドルシュート穴入るようになったり下のシュートが入るようになったらもうソータがそこに蹴ったら嫌だって言ったから蹴ってるからちょっと YouTube、TikTok、インスタ、ぜひ見てみてください。ありがとうございました。